西武鞘山ステーションビル西武鞘山ステーションビルは、かつて、埼玉県鞘山市鞘山市駅東口にあり、西武プロパティーズが経営していた駅ビルである。1979年3月25日、入間川駅の駅舎改装及び、鞘山市駅への駅名改称に合わせ、同年4月27日にオープンした。29年間地元住民などに、買い物の足として親しまれてきたが、 老朽化に伴う同駅の駅舎建て替え及び駅前再開発に伴い2008年3月20日をもって閉店した。閉店後もビルの1階右側に西口への地下連絡通路の入り口があったが駅舎建て替え工事の駅施設部分が完了した2010年3月25日をもって閉鎖された。かつて西部 ステーションビルという名称のステーションビルは、西武線沿線に3店舗あったが、このビルの閉店により、武蔵関駅構内の西武武蔵関、ステーションビル1店舗のみとなった。2008年11月から、旧建物の解体工事が開始された。閉店後も営業を続けていた、西武園芸山山ステーションビル店は同年末をもって、営業終了し、 狭山市役所市民サービスコーナーも2009年1月5日の業務を最後に、狭山市立中央公民館内に一時移転した。狭山市駅東口で入り口と埼玉ありそな、銀行 ATM は解体完了まで引き続き、営業していた。建て替え工事中の2009年3月5日13時50分頃、5階建設現場にて、ガスバーナーの火花引火による火災が発生した。 消防署が出動死傷化活動を行った結果、15時25分、頃沈下した。この火災による死者、負傷者はなかった。2010年3月26日に新駅舎の駅施設部分が供用開始し、コンビニエンスストアのトーマニーが翌2011年6月8日にエミオサヤマ市がオープンした。ありがとうございます。